て、ではあの定倍率で取ったんで、次は高倍率で取っていくことにします。高倍率はですね、ここのマグニファイルを回して変えます。回していくとここにあるように、まあ難しくないですね。であとフォーカスで合わせていけばいいですね。もう全然難しくないですね。なんでこの感度触っていくのですね。でどんどん上げていきます。はい、こうでしょう。どんどん上げていきます。でボケていきますんで、その時にフォーカスですね。でまあフォーカスしやすいものと、アライメントしやすいものとしにくいものがあります。なるべくね、形状が分かりやすくて、あとは像をぶらすんですけど、その時に形状が分かりやすいのがいいですね。まあとりあえずちょっと大きくしていきましょう。ある程度の大きさまでにして、でアライメントやるといいですね。分かりやすい大きさのやつがいいかな。こんなになってますね。ではちょっと粗い目でやってみますか。分かりやすいのはちょっと待ってね、コントラスト、こういう風に形が分かりやすいやつ、もっと分かりやすいのがいいかもしれないですね。であまり高倍率でやると大変になっちゃうんで、あ、じゃあ高い倍率でやると大変になっちゃうんで、できるだけ最高の倍率は確かここまでですから、これの3、これを3つに分ける、150を3つに分けるってなると、だいたい150ずつですかね。あ、ちゃうか、もっとかな。180ぐらいがいいです。なるけど、まあ、ちょっと無理ですね。150系倍分けるのね。これぐらいの、まず、低倍率で、まず合わせてみましょう。で、フォーカスまず合わせて、それで、どうするかっていうと、このアライメントって書いてあるやつを押します。で、ここに出てきますね。まずビーム、一番上から順番にやってきます。ビームがずれてる。で、これはここにある XYZ を動かします。これを回したりして。で、どうなるかというのを見てみましょう。で、これをですね、真ん中にします。よいしょっと。どうですかね。大体真ん中になってきましたね。なので見やすいサンプルっていうのはそういうことですね。見づらいサンプルもありますんで、でこのつまみがですね、非常に繊細なので、見てると分かるんですけど、ちょっとずつしか動かしてませんね。繊細なのでちょっとずつしか動かしてません。で頑張って合わせます。これをどこまで合わし込むかで、見える像がね、綺麗に見えたり見えなかったりするので、センサーにあります。私の場合はですね、これを3段階、1回目と2回目、3回目、どんどん倍率を上げながらやっていくんですけど、それで大体3時間、あ、じゃなくて30分はかかりますね、アライメント綺麗に取るのに。そしてやっと100ナノメートルぐらいの、粒子がですね、綺麗に見えます。まあ、光触媒の場合は四角なので、非常に分かりやすいんですけど、これはそんなんじゃないですからね。で、次にアパーチャーですね。こうやってブレます。このブレの動きが小さくなるようにします。本当に上手い人はね、で、動かすのはこちらの XY だけです。ずっとこれだけです。これだけを使って、で、切り替えながら、もう最も動きが少ないようにするんですね。で、最初は大きく振ります。ね。最初は大きく回します。で、振れ幅をですね、見ていきます。ね、どういうことをするかというと、まず大きく動かしていって悪くなりますよね。こうやって動きが分かりますよね、違ってくるのが、こういうふうに動いていくのが。でこれを逆の方向に今度は動かしていきます。そうするとこの動きがなくなってきます。で今度は違う動きになりますね。なりましたね、違う動きになりましたよね。で、この変化量が同じぐらいになるようなところにするんです。分かりづらいですね。まずこっち動いてますね。そしたらこっちになってきましたね。それの数を数えておくんです。だいたいこれが動いていく、こういうふうに動く大きさと、こっちの方向にこっちに動くようにして、
こっちの子も動く大きさを同じにする回数を数えるんです。でその真ん中にするとちょうど前ができます。ではやってみましょう。あ、もうこれすごいブレてますね。ここにメモリがありますから、これでどのぐらいずれてるかが分かります。あの参考になりますんで、そこも考えながらこれをどん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 試作します。2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 だったら16回やってみましたから、これを8回ぐらい戻せば少なくなるんです。でもっと目分量少なくできると思います。でこれをですねやっていくんですね。この辺りだなっていうのは最初に大きく動かしてどんな風になるかを見て、でそこから 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 逆の方向に食って数を数える。で、同じように振れ幅になったところでところので止めて、そこまで回した回数をの半分のにまた戻す分かりづらいですね。15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 で、これをですねしっかりやっていくと時間がかかるんですけど、動きがほとんどなくなります。もう私も現役を退いてるんでね、これはうまくならないんですけど、上手い人は本当に上手いですから、本当にね、画像は動いてるんじゃなくてぼやけるだけになります。上手い人はぼやけるようになるだけに見えます。これはすごい時間かかるんですよ。画像がねぼやけるようになるようになるだけになります。本当に上手くなると揺れてるのがね揺れてるのが分からなくなります。その場で大きくなって小さくなるみたいな。難しいですね。ススッとできるところを見せられたらよかったんですけどね。まあ現役を知るとこなもんですわ。まあこんな感じですね。ちょっとまだ動いてます。動いてるの分かるので本当はいかのですけど、これを皆さんはあの画像が、ね、ブレるだけに、動いてるのがじゃなくてぼやけるだけのところまで持ってください。これをどこまで落とし込めるかで変わってきます。像の見え方がね、あちょっとずれって言っちゃったな。で見やすい像にすることを選ぶのも大事ですね。これはすごいテクニックがいるんですけど、でも上手い人は本当に刺さってやってしまうんで羨ましいです。もう私は今片手しか使ってないですけど、ちょっとカメラが邪魔で両手を使ってですね本当に素早く合わせちゃうんですよね、上手い人は。すごい退屈だとは思いますけど、
もっとうまくできるといいんですけどね、まだ動いてますね。まあこんなもんですかね。ちょっとあんまり上手くないですけど、まだまだ揺れてるのが分かるんですけどね。まあ次ですね。で次も同じですね。これも今これすごいブレが小さいですけど、これももっとブレが小さくなるようにします。今こう大きく振るとこんな風に動いていくのが分かります。これが小さくなるようにします。今ちょうどスティグマ X は綺麗になってましたね。かなりね、かなり綺麗になってました。逆のていくと、逆の方に振っていくとこうやって動きが変わりますから、これの動きが小さくなるところを探します。難しいですね。ほとんど動かなくなるまで調節します。本当に上手い人は動かなくなる、ほとんど動かなくなりますからね。でこんな感じにして、でこのスティグマ Y で、これちょっとまだ動いてるの分かりますね。ほとんど動かなくすると。で次に解除でもやります。解除の場合はブレるんではなくて、綺麗に像が見えるか見えないかになります。これも同じようにこの XY を動かします。で解除にしても像が綺麗になるようにします。昔はね、この解除のボタンをどうすればいいのか知らなくて何もしなかったんですけど、この解除も大事です。この解除のボタンの時に XY を動かして像が綺麗になるようにするっていうことですね。像がはっきりする。で次にそれ一通り終わったら、次はマグニフィイでもう一回今度は高倍率に変えます。でどん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 高い倍率でもよく見えるようにしていくということです。で分かりやすい構造を探すということですね。変化の、あ、これコースだった。ちょっとあれですね。分かりづらいっていう感じがしますね。もっと他のものがあればいいですけどね。もっと見やすいものを探したりします。どれがいいかな。もっと見てて分かりやすいやつがいいですね。勾配ですよね。
でこのようにして倍率上げて見やすくして、ちょっと待ってくださいね、これもちょっと見えづらいかもしれないな、もっといいのがあればいいんだけどな、白く輝いてるのはチャージアップしてそうな感じですね。材質から来るものではないような気がしてならない。まあこれちょっとやってみましょうかね。じゃあもう一回ビームから、ああビームはいいですね、アパーチャーでこれを変化を少なくするんですね。もうほとんど変化しないようにします。ちょっと倍率失敗したかな。ちょっと倍率失敗したかもしれませんね。これもうちょっと低倍率やるべきかもしれませんね。低倍率分かりやすいですね、こっちの場合は。まだ落とし込みが足らない気がしますね。まあ、どっちの方向にこうぼやけているかをですね、参考にするのがいいですね、こういうのはね。うん、もう同じ方向にまんべんなくこうただぼやけるだけ、特定の方向だけにぼやけるんじゃなくて、同じ方向に全体的に均等にこうぼやけていくような感じがいいですね。難しいですけどね。
ここかな。わからなくなっちゃった。難しいですね。どっか方向に傾いてる気がしますけど、その場で、うん、多分これかな。こんな感じですね。ちょっとまだ上手くないと思いますけど、でディグマも今これ縦横縦横がすごいよくわかるんで、これが小さくなるようにします。これが一番小さくなるようにします。この見つけやすい指標になるサンプルを見つけて、それと参考になるようにしつつ、同じような最小の変化量になるようにしていくんですね。でこれでいいですね。ちょっとあんま良くないかもしれないですけど、でこっちも同じように今揺れが分かりやすいですけど、なかなか難しいですね。あ、これはちょっと失敗した。迷走してしまったな。難しいですね。まあ全部使ってるのは XY だけですね。でもちょっとこれはちょっと爪が甘い気がしますけど、まあこれで動きが変化量が小さくなるということですね。あ、ちょっといい感じになった。
まあ、いろんな部分を参考にしてですね、動きが小さくなるようにしてくれるんですね。まあこんなもんかもしれないですね。ちょっと今悪くなっちゃったな、さっきよりね。難しい。で、こんな感じで、まあ、ちょっとあんま良くないです。ごめんなさい。どんどん悪くなっちゃった。ダメだな。これ、ああ、しまった。見失ってしまった。これだけね、手間がかかるんですよね。慣れててもかなりかかるんで、私の場合は。ああ、瞑想している。これ合わせるのはすごい難しいですね。ああ、ごめんなさい。まあこんなもんですね。ちょっとうまくいったんです。悪くなっちゃったな。困ったな。まあいいです。で、これで解除にして、で、コントラストを良くなります。ちょっとね、今倍率が良くないんで、ほんなもうちょっと倍率ちゃんとして、フォーカス合わせた時に解除にすると思うんですけど。で、解除でも変えられます。こうやってね、輪郭がね。この解除のやつも合わせるのが大事なので、これをきっちり合わせる、これもきっちり合わせることが大事です。そしたら輪郭ちゃんとしっかりしますんで。ね、しっかりとこう、この倍率までいけるわけですね。まだまあちょっと私の能力が低くて、もっといけるんですけど、本当はもっと合わせられると思います。もう本当に上手い人になったら、この輪郭をかなりですね、合わせてもっといいのにできると、ね、もっといいができる。もっと高い倍率にしても全然ボケないっていうのができます。ちょっとね、私のはダメですね。あとね、これ白く光ってるのはおそらくチャージアップしてるやつなので、チャージアップって歪むんですよね。そうだね、そういうのじゃないのを探して撮るんです。で、まだあともう1段階ぐらいやらなきゃいけないですね。ちょっと私もテクニックが悪くなって、技術が悪くなってね、もっといいのはできたんですけど、昔は。今この程度しかできないので申し訳ないです。皆さんの場合はもっとですね、いいレベルまで持っていってもらって、それでも最高倍率でも綺麗に見えるようにしてもらえばと思いますね。最高倍率でもね。もう暗すぎて分からんか。ここはちょっと暗いですね。ちょっと明るいのにいいんですけど、なかなか明るいのもな、うまくいかないような気がしますね。
さあこんな感じですね。もうちょっとね分かりやすいフォーカスを合わせやすいサンプルを見つけると議論がすごくしやすくなります。まあね、そういうものをところも探すっていうのも大事なことですね。アライメントがしやすい、工事カースがしやすいサンプルの部分を探してなおかつどんどん高倍率にしていく、高倍率にしていってどういう組織になっているのかを議論する。ちょっと私のあれかな、高軸の合わせが甘い気がするな。これがこの輪郭がねはっきり見えるぐらいまでの技術が欲しいですね、このレベルで。ちょっとまだ私の技術が良くない、いいですけどですね。ちょっと ACB でちょっと見てみましょうかね、自動で。ああ、まあこんなもんですね。ここぐらいまで限界ですね、機械でやる人も。人間の目でやった方がいいかもしれないです。これなら。こんなものですね。まあこういう感じで撮っていくということですね。皆さんもっとね、きっといいのが撮れると思いますんで、もうこれを参考にですね、3段階でうまく練習していただいて、で細かな構造をね議論していただければと思いますね。皆さんならやれると思います。ちょっと私はちょっともう時間がないですね。これだったらこれで合わせればいけるかもしれないですね。まあちゃんと見えますんで、こういうのはね、ぜひとも撮っていただければと思います。これも輪郭はちょっと甘いですね。 500K で綺麗に見えるのはある程度まで綺麗に見えてほしいですね。まあこんなもんですね。まああとはこれをですねどんどん繰り返していくわけですね。ちょっと倍率もどんな風に倍率にするかですけど、まあ大雑把に低倍率、中倍率、高倍率にするということですね。ごめんなさい、もう昔ちゃんとメモっておかなかったんで最適な方が分かんないです。とりあえずこんな風にしてやるということです。皆さんも頑張ってみてください。